はい、それでは、はい、こんにちは、のぶです。ではネックロール304日目、今日も元気よくいきたいと思います。前半はまあ普通のネックロールというかで、後半はネックキャッチしてのネックロールをいきたいと思います。普通のネックロールだけやろうかな。そのネックキャッチからネックロールはちょっとまた置いといて、普通のやります。普通のができないとね。そのネックキャッチからのネックロールはできないと思うんで、ちょっとシンプルに普通のね、これができないとダメなんで、ちょっと欲張るね。
膝こう、なんだろう、曲げない方がいいのかな、膝っていうか、このこうやってなんかできれば均等にこうやった方が、ここやるとなかなかうまくいかないかもしれないな。